君はいえー、日本共産党の上智子でございますあのお二人の参考人の方本当にありがとうございますあの佐藤参考人はあの昨年あの秋田に調査にお邪魔した時に本当に趣旨のことではなかったんですけれども丁寧な対応していただきましてありがとうございました今日はまあ現場からもですね現場の立場に立った率直なご意見をありがとうございます それから西川参考人はあの先ほど、えー、趣旨の問題のやっぱりそもそものところというかあの非常にこう深いあの根源的な話をしてくださってあの改めてお聞きしながら我々、本当に、まあ、我々というか私自身もあのこれだけ深く認識をして、えー、審議をしているのかなということを改めてあの痛感をさせられております。 それで最初にです、ね、あのお二人に同じ質問なんですけれども、あの農水省はです、ね、今回、この主要農作物種子法の廃止の理由として、まあ、都道府県が開発した品種、これはの民間企業が開発している品種よりも、税金で支されていて、安く提供できることが可能なために、民間企業が参入しにくいんだという説明がされました。ととこころがです、ね、驚いたことに この立法事実に関わる資料については、十分なものが出されていないということなんです。昨年の9月20日の規制改革推進会議の農業ワーキンググループで出された資料、これあの、それと同じものをわれわれもね、頂い,いてるんですけれども、あの水筒の種子の資料はあるんですけれども、まあ、これも十分ではないんだけれども、あの主要農作物であるはずの麦大豆の資料が全く出ていないと。 で要求してきたわけですけどもね、基本的な資料がないまま、衆議院ではたった5時間でまあ審議をされると、参議院に送られると、それでまあ廃止しようというですね大変大きな問題がなんですけども、廃止しようという重要な法案をですね審議するのに、そういう基本的な資料も出さずに議論するっていうやり方、これは本当にちょっと拙速じゃないかと思うんですけれども、こういうことについて、 どのように思われるかってことを、お二人にお聞きしたいと思います。それでは。佐藤さん、五人から。えー、あのー、まあ、この出資法の廃止。だけじゃなくて、えー。やっぱり農業政策、農業に関する法律というのは。これは、あの、地域農業の。 ただ、にも非常に大きな影響を及ぼすものでございますので、これにかかわらず、いかなるものにつきましてもです、ね、国会において、慎重に審議をしていただきたいというふうに思ってございます。えー、今回の件につきまして、えー、審議時間が長いのか、短いかとかです、ね、それから資料が提出され,てるされていないということについて、党の方でコメントする立場にはないというふうに考えてございます、はい、続きまして、西川参考人、お願いいたします。はい、えーと あの十分な審議が行われていないということに関しましては、やはりそのこれも一般的なことですけれども、すべての国のことを決めていくことには、あのえっと、関係者すべてあの、国民すべてが入った形で、十分な資料が示された形で、議論を進めるべきだというふうに考えております、で特に趣旨に関しては、繰り返しますけれども、えー、国の、えーまあ、戦略資源という言い方もできますし、えー、国民の,あの全,体に全体があの築き上げてきた資産というふうな言い方も言えると思います、そのものをあの手放す ことに関してはもう少し丁寧な議論が必要だというふうに考えております上智子君。で、その上でですねあの、西川参考人に最初にお聞きしたいんですけれども、あの西川参考人は、奈良県の玉ねぎの採取農家に生まれたっていうお話を先ほどされましたで、まあ、種の重要性をね、そういう意味ではまさに実感されて育てられたのかなというふうに思うんですけれども、頂い,いている資料で、農業と経済の中で、 まあ種というのは農業にとって土地や水と並んで不可欠な投入物だと、で私たちの,あの命というのはこの種に支えられていると、種がなくなると食料もなくなり、私たちも生きていけなくなるとて述べていて、あの私も本当にそうだな,そうなんだなというふうに思うわけですけれども、やはりこの種子法はそういう意味ではね、国がきちっと責任を持ってとっていうことですから、なくすべきではないと思うんですけれども、種子は人類共通の共有のものだと。 共有のものだっていう話をされましたけど、その辺のところを多分あの先ほどすごくあのあの急いで話されたんですけども、もう少し詳しく話をしていただければと思います。西川さん公認、後任。 はい、ありがとうございますあの種がなくなればあの食料がなくなる食料がなくなれば黄身もなくなるということで私たちが地球上から消えてしまうということで種子の重要性というのは何度繰り返してもあの強調しすぎることはありとないと思いますで一方でその共有のものであるということですけれども、えっと、基本的には FAO を中心として1960年代からあの、まあ、いわゆる南北問題ということであの資源の,あのどういうんでしょうあの 所有権に関する争いがあったときに、えー、趣旨に関しては日本政府も含めて、えー、人類共有の資産だということを強調してまいりました、そういう意味では、えー、と日本政府は1980年代までは少なくとも趣旨に関してはあの人類共有の資産だということをあの積極的にサポートするグループに入っていてあの、私たちもその中で生かされてきたと思います。それがあのだんだん、えー、知的財産権の,あの 強化特に、えー、遺伝子情報が読めるようになって、えー、私有化されるようになってきて、えー、遺伝子情報にパテントがかかるようなことになってきているっていう状況があの存在しますでちょっと時代が前後しますけれども第二次世界大戦が終わったときに新中軍が入ってきたときに農林天というあの日本で作られた小麦の品種の、えー あの種が持ち出されましたでその目的はアメリカの小麦の、えー、増産のために育種の材料とするためですけれども、えー、結果としてその小麦の、えー、と遺伝子はメキシコの国際研究所に送られてそこで、えー、知的財産権をあの <laughs> 主張しない状態で改良品種として作りメキシコまたはその他の開発途上国に渡されて緑の革命という形で世界中の飢餓を救ったという例がありますこういう形で種子っていうのは世界を巡っていて相互に助け合っている存在なわけで特定の企業が持つことによってそのような相互依存の共生の社会っていうものが損なわれるというふうに考えています。他の資源とやはり 違ったあの取り扱いいが必要だと思いますそういう意味では、やはり手指法というものがあの存在して、日本の中で循環させているということの重要性は、あのもう繰り返し,て繰り返しあの申し上げたいと思います上智子君。はいえー、と次に佐藤参考人に,にお聞きしたいんですけれども、手指、えー、法がです、ね、もし廃止ということになると、予算措置の根拠というものがなくなると。 で先ほどあの、県独自でも、ね、やるんだという話があったんですけど、まあ、地方財政措置の根拠がなくなると、どういうふうな影響が出るかということと合わせてです、ね、やはりあの、えーえー、お米と同時にです、ねまあ、麦、大豆、まあ、大豆も結構あの、3位ですかね、作られているというお話もありまして、あの秋田県の麦や大豆の生産ということについて、 5位ですかね、全国5位って言ってましたけれどもあの、どういうふうな影響が考えられるかっていうことも、えー、先ほどちょっとお話しなかったと思うんで、その辺のところも話をしていただきたい、そしてあの、えー、財政的な措置ということでいうと、やっぱりそれに対しての,あの要望がありましたら、ですねぜひしていただきたいと思います。佐藤参考人の方から先にお答え申し上げますけども まああの現在のそ主の要農作物の種子の供給というのは、安定供給というのは、これはあの各都道府県が中心的な役割を果たして、これはもう、論を待たないところだと思います。そういうことで、国におきましては、先ほど前段、意見陳述で申し上げましたように、種子関連業務に関する調査財政措置、これからも、超高税でございますけれども、しっかりとえ継続すると。で、えー 間違っても、兆候税が減るというようなことがないように、えー、対応していただきたいということを申し上げておきたいと思います。あの基準財政条約に今入れられているはずでございますので、えー、しっかりとそのとおりやっていただきたいというようなことでございます。それから、麦大豆でございますけれども、えー、まず大豆につきましては、栽培面積は非常に多くございます。で、かつて、まあ、今もそうですけれども、えー、米と、 それから大豆のブロックローテーション、2年散策のブ,レブロックローテーションというような形で、えー、非常に大きな、あのー、団地を作りながらですね、生産振興を、ま、あの進めているところでございまして、約8000ヘクタールー栽培されているところでございます。でこのまあ品種といいます種につきましてはあのー、本県の農業試験場ではですね、 大豆の品種の開発につきましては、今現在は少し手を、力を入れてござい入れてないというか、入れようがないと言いますかね、国の方の、えー、試験研究機関に今、お任せとて言いますか、お願いしているところでございます。主力品種が、竜、あ、宝、のー、という品種なんでございますけれども、これはのあのー、非常にまあ加工特性はいいんですけども、しわうって言いまして、しわが出るんですね。 これでもって統計が下がるというふうなことで、まあ、これをお、この課題を解消できるような新しいその大豆の品種をぜひあの国の方にお願いしたいということで。えー、栽培 東京のですね、中央部の大泉州というところに、東北の県の方のあの栽培事象の現地事象地がありますので、そこでもって、本県にあったそういった大豆の種子の開発等々につきまして、ご支援いただいたとこてありまして、これにつきましては、引き続き力を入れて、えー、いただければ大変ありがたいなと思ってございます。それから麦につきましてはいかんせんですねあのちょうど収穫の時が 本県の梅雨時と重なるものですから、あのまあ、一時、進行もしたんですけども、やっぱりいいものが取れないということで、えまあ、ほとんどまずあの、進行されていないと。ただあの、もしかしたら先生方の中でもご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、B1 グランプリで横手の,あの焼きそばっていうのがあ,のありますので、その方々がですね、まあ、そうした気象条件にもですね、めげずにですね、えー、その焼きそば用の おお小麦の栽培とまあ、要はその地産地消的な考えですねその最終的な加工まで含めたそういったものについて取り組んでおりますのでそういった点につきましては地域振興の観点から検討して今支援をご支援を申し上げているというふうな状況でございます以上でございます神智国くえっとそれじゃもう一度あの西川参考人お聞きしますけれども先ほどもちょっと触れられましたけれどもあの。 西川参考人は、あのえー、と3月のです、ねえー、と何日かな、東京新聞か何かであの書かれていたんですけれどもあの、種子法の成果としてです、ね、九州農業試験所と大分県が地元産の大麦100%の焼酎を作りたいということで、酒造会社と協力して育成したあの大麦の話をされているんですよね。でややっっっぱり地域のの生生活や文化ににた種子の生産にとって 公的な種子供給の義務が、えー、をなくして、ですね民間に任せるということについて、あのもう含めて書かれていたと思うんですけれども、それについて少し詳しくお話を聞かせていただきたいと思います西川参っ、はいえー、と今のご質問はあの、西のほしというあの大麦の品種のことだと思いますけれども、えー、と九州農業試験場、国の機関と、それから県の機関が。あのあの <laughs> 点策ですね。水田点策で、えっ、ー、と、お麦を利用する。また、その、えっ、ー、と、奨励品種に決定するための、その、実証補助を、あの、 拡大する形で生産を前倒しにするという,ような形で実用化を結びつけたということでそのような形であの地域にとってあの地域の農業生態系に見合ったまたその、えー、地域の企業の、えー、生産、加工に流通に、えー、見合った形での新しい品種というのが首相の中であの作られてきたというのはあのこれは非常にいい実例だと思いますし何よりもその結果としてその地域の農家の所得が向上しあの 地域全体が潤っていくということがありますので、えー、と種子法自体がそのことに関する、何度も言いますけれども、直接種子法がその品種改良をやっているわけではないことはあのあの十分認識しておりますが、そういうことができるインフラとして、ソフトのインフラとして、種子法が存在しているということを、あの私はあの今までいろんな方からお聞きしてきております上智子君。はい、ありりがとうございましたあのやはりですね えー、本当にこう深い意味を持つこの手指法について、やはりあの目,目先のです、ね、やっぱりこう利益ということだけにとらわれてです、ね、あの廃止するということは、やっぱりどうしてもです、ね、納得できないということを思ってるわけですけれども、ぜひです、ね、この参考人の皆さんからの意見を踏まえてです、ね、あのこのあこの議論、しっかりやっていきたいというとうに思います。